久手が恵美は、日本の元女子バスケットボール選手である。バスケットボール女子日本リーグ機構のトヨタ、自動車アンテロープス所属。沖縄県出身。西崎小学校でバスケを始め、高根中学校を経て2000年4月に、富城す南高校に進学。2年生時に、北中城す高校に転校して、全国高等学校バスケットボール選抜優勝。 大会に出場。3年生時に全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会に出場。2003年4月、拓殖大学に進学。大学時代はフォワードをしていた。4年生時の学生選抜と実業団選抜によるオールスター戦で最優秀選手賞を受賞。2007年4月、トヨタ自動車アンテロープスに加入後、ポイントガードに転校。 W リーグでは2009から10シーズンよりスターターに定着し、3シーズン連続で1試合平均スティール数1位。2013年1月の全日本総合バスケットボール選手権大会でトヨタの初優勝に貢献。2017年オフ現役引退。サポートコーチ就任。2011年、 日本代表に初選出され、2011年バスケットボール女子アジア選手権で7試合に出場して3位。1試合平均2.6得点、2.7アシスト。2012年、ロンドンオリンピック世界最終予選で4試合に出場したが、五輪出場権は獲得できなかった。2013年バスケットボール女子アジア選手権は6試合に出場し、優勝に貢献。 一試合平均2.2アシストを記録。2014年女子バスケットボール世界選手権は3試合に出場し、一試合6得点、3.3アシスト。ありがとうございます。